はいさーい。ということで、今日はですね、ビデオブログの裏側シリーズ、おー、人気シリーズです、うん、前回に出した動画も4万再生近くまで回ってるのかな、うんうんうん、ということで、今日はおしゃれなビデオブログの撮り方をやっていくわけなんだけれども、はい、まずね、どのシーンについてやるのかっていうのを先に見てもらおうかな。そうだね、それがわかりやすいよ、うん、じゃあまず動画をご覧ください。はい、ということでね、このシーンなんだけれども、うん、まあ秒数にして10秒ぐらいだと思うんだけどさ、そうね、撮影はめっちゃ時間かけたよね。結構めんどくさかったよ、これも、うん、10分15分ぐらいかかったね。まあただね、撮り方さえ覚えちゃえば誰でもできる撮り方ではあるので、今日はまず機材紹介、それからまあ、どこでどういう機材を使えばいいのか、はい、そういうのも含めてね、紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず機材紹介からいこうかね。そうだね、うん、機材紹介はね、前回の動画で出したものと全く同じ感じなので、前回も見たよって方は飛ばしてくれても大丈夫です、うん、じゃあ機材紹介をご覧ください。はい、まず右上のこちらがワンフロットのピクシーという小型三脚ですね。まあ、三脚になるのはもちろんなんですけど、グリップとしても使い勝手がいいんで、普段からこれ僕たちよく使ってますね。で、その隣、こちらもマンフロットの三脚なんですけど、畳むとこのように30センチぐらいのサイズになるんですね。で、まあ大きくすると150センチぐらいの高さになるということで、こちらも旅行なんかにも持っていきやすくて重宝してます。で、その次、右下が、α6600 っていうソニーのミラーレスカメラ。で、ついてるレンズが、シグマの 16mmF1.4 という単焦点レンズ。ソニーの純正の GM レンズっていう、まあ一番高いクラスのものになるんだけど、こちらが、24mmF1.4 っていう、そういうスペックのものでございます。さて、ちゃんまりさん。はい。では、現場に案内してください。こちらです。こちらが現場ですか？足元気をつけて。あ、はい、さあ着きました。こちらですね。はい、ここで、このシーンを撮ったわけなんですけれどもね、うん、はい、じゃあどういう風に撮ったか、まあ結構シンプルなシーンだけどさ、うん、一応ポイントあるじゃん。そうだね、重大なポイントが、重大なポイントがあります。それについてちょっと説明していこうかな。はい、このシーンはこうやって三脚に固定して撮ってるんだよね、うん、でこれは業界用語でいわゆるフィックスっていう撮り方、まあ、固定して動かさないっていうやり方なんだけど、それだけ聞くと簡単に聞こえるよね。まあそうだね、動かさないの、うん、なんだけどね、これは動かさないけどいろいろ考えなきゃいけないことがあって、例えばほらオートフォーカスってあるじゃん、うん、スマホとかでみんなさ、デジカメとかでもいいよ、撮るときに勝手にピピって音が鳴ってピンと合わせてくれるよね、うん、あれって実は便利なんだけど万能じゃないんだよね、うん、まあ、前回もその話したね、ちょっと。そうだね。この万能じゃないっていうのはどういう意味かというと、例えばね、オートフォーカスっていうのは、その自分が撮りたいものを、勝手にね、カメラ側が合わせてくれるっていうわけなんだけど、それがね、必ずしも自分の意図と同じところに合わせてくれると限らんのよ。結局カメラが判断するわけだからさ、彼が勝手に判断してやってくれるんだけど、その判断が間違うことっていうのも大いにあるんですよね。で、その典型的な例として、例えば、あんまりちょっと手入れてもらっていい？はい。はい、こういう風にね、手を入れて食器を取るってシーンがあったと思うんですけれども、手にピントが来てないですよね。これはね、オートフォーカスの特性で、こういう前にあるものにピントが合いやすいっていう傾向があるんですよ。手前の面にどうしても合っちゃうんですよね。でも本当に合わせたいのは向こうにあるちゃんまりの手なんですよね。そういった時にオートフォーカスでは合わせられないので、マニュアルフォーカスで合わせるっていうことになります。マニュアルフォーカスで見せたい被写体に対してピントを合わせることを置きピンって言うんですね。ピントを置くっていうことです、その場に。なので、ちょっと今日はまずその置きピンの仕方から説明していきますね。まずですね、このオートフォーカスモード、今 AFC ってなってますよね。これはコンティニュアンスオートフォーカスっていうモードなんですけれども、これをマニュアルモードに変えますね。そうするとね、レンズについてるピントリングで自分でこうやってフォーカスを調整できるようになります。こんな感じですね。ここを今僕は回してますね。これでね、こうやって底のある位置にピッとピントを合わせるんですよね。それが置きピンと言います。で、ちゃんまり手を離してもらって。はい。で、この状態から撮影を開始するわけですね。そうするとこういう映像になります。はい、という感じですね、うん、こうすることによってこの食器を撮るっていうシーンに関してもしっかりとピントのきた映像になるわけなんですね。
やっぱりピントがね、あの見せたいところに来てない映像って見ててこうモヤモヤするんだよね。うん、そうだね。なんかでもムラムラする。ムラムラはしない。ムラムラしないか。で、これをやった後にね、あの必ずやらなきゃいけないのがまたオートフォーカスモードに戻すということですね。それをやり忘れるとね、うん、次のシーンでピントが全然合わないっていうね。そう、変な動画連発しちゃう、ね。では次のシーンなんですけれども、あちら後ろにある棚ですね、あれを使ったシーンを、ちょっと再現していきたいと思います。で、このシーンはね、少し難易度が上がってくるのでちょっと説明長くなると思うんだけれども、まあ頑張って聞いて。じゃあちゃんまりさん、オープン。オープン。じゃん。はい、この戸棚だね。そんなに大きくはないかな。ちょっとちゃんまりの手を置いてみて、まあこんなもん、まあ一般的な家庭の一般的なやつって感じかな、この中にね、カメラを入れて撮るわけなんだよね、ってことはだよ、かなり広く映せるレンズじゃないといけないわけだよ。そうだね。で、ここで登場するのがこちら。じゃん。はい、これはね、超広角レンズというものになります、はい、先ほど紹介した機材紹介の中には入ってなかったんだけどね、あのこういうシーンでは絶対に必要になってくるんですよ。はい、皆さんこちらを見てください。レンズに10、12、14、16、18っていう風にね、数字が書いてますよね。これがね、焦点距離っていうものなんですよ。で、前回の動画でも説明したんだけど、焦点距離の数値が小さければ小さいほど、画角が広く撮れます。で、焦点距離がね、こうやって伸びて数字が大きくなれば大きくなるほど、画角は狭くなります。ただ遠くのものを近くに映すことができたりするんですね。で、その理論でいくと、あの棚の中にカメラを入れて撮るとき、焦点距離は10ミリで広く撮った方がワイドでいい映像が撮れるっていうことになるんですね。まあ口で言うよりね、実際に画角見てもらった方が早いので見てもらいましょうね。はい、こちらが24ミリでの映像です。結構狭いですよね。続いてこちらが18ミリ、さっきのに比べてちょっと広くなりましたね。そしてこちらが10ミリです。全然画角違う。めちゃくちゃ広くなりましたね。という感じで、あの焦点距離によってね、かなり映せる幅っていうのが変わってくるんですよ、うん、で、やっぱりこの食器棚とかさ、こういういろいろ食器があるわけでさ、こうやってちょっとね、あの置いてある食器が映ってる方がこう臨場感出るっていうか、棚の中から撮ってるなっていうのがわかるから、まあ広い画角でこういうものを、手前に入れておいてですね、こう食器棚の中なんだなーってのを意識していただくっていう、そういう絵作りが大切になってくるわけね。そうですね。シュールな絵だな。なんだこれ。はい、ということでね、今の戸棚のシーン、まあ理解していただけましたかね。で、今のシーンを撮る上でもう一つ重要なことが実はあるんですよ。それはですね、撮影のモードです。例えばね、カメラには大きく分けて2つのモードがあります。1つはマニュアルモード、もう1つはプログラムオートモードですね。このプログラムオートっていうのは何かというと、カメラ側が勝手に明るさを判断して自分で適切な明るさで撮ってくれるっていうモードです。例えばね、皆さんの身近なもので言うと、こちら iPhone ですね。iPhone なんかってこう撮るときにさ、カメラ向けてカシャって押せばもう勝手にいい感じのね、明るさで撮ってくれるじゃないですか。これがね、オートっていうモードなんですけれども、もう一つマニュアルモードっていうのは自分で明るさを決めるっていうモードなんですね。で、カメラっていうのはね、こちら見てください。明るさ調整の3原則といって、シャッタースピード、F 値、ISO、 この3つの数値を自分でコントロールして明るさを調整するのがマニュアルモードっていうやつなんですね。これはね、これだけで語るともう20分ぐらいになっちゃうので、あのご自身で調べてみてください。マニュアルモードの使い方とか調べるとね、出てきますのでね。で、こういう戸棚のシーンで気をつけなければいけないのは、プログラムオートで撮らないっていうことなんですよね。なぜかっていうと、こう扉を閉めてる時って暗いですよね。で、扉をパカッて開けると一気に明るくなりますよね。戸棚にカメラを入れてパタッと閉めて暗い状況になると、カメラさんね、すっごい頑張ってなんとか明るく撮ろうって張り切りすぎちゃって、すごいノイズが乗った映像になっちゃうんですよね。なので、まあ、カメラのオート機能っていうのも万能ではないっていうことなんですよ。じゃあどうやってそれを回避したらいいかっていうことなんですけれども、マニュアルモードでね、最初にこう戸棚のガチャッと扉を開けて自分の顔が映ってる状態で、明るさを調整するんですね。そこに明るさを合わせます。大体このぐらいの明るさだなって画面を見ながら決めるわけですね。そして戸棚をパタッと閉める。そうするとね、カメラさんは、こっちの撮影者側の意図通りに撮ってくれるわけですので、もう僕が設定した明るさでずっと貫
貫いてくれるわけですよね。だから扉を閉じた時も無理に明るく撮ろうとして、もう明るくするぞって言ってノイズまみれの映像になるってことがないんですよ。だからどうせ暗いシーンですから、別に暗いままでいいんですよ。表現としては何も無理に明るくしてもらう必要はないですので、そこはカメラに任せずに、自分で暗いシーンは暗いままでいいから、パカッと開いた時に、その僕が指定した明るさで撮ってくれよなっていう指示を最初にカメラに出しとくんですよ。でその指示をちゃんと自分が出せるようにするには、自分がちゃんとした知識がないといけないんですね。で僕がサンセットスタジオ TV っていう番組をやっていて、そこではカメラの使い方とかをいろいろ教えてますので、それに該当する動画があれば概要欄に貼っときますので、気になる方は見てみてください。じゃあちょっと今オートの状態で扉を閉めてみますね。暗くなる時にね、すごいノイズが出ますから、いきますね。はい、こんな感じです。だいぶね、暗くなってくる時にカメラが頑張って明るくしよう明るくしようってね、張り切りすぎてね、ノイズが乗ってたと思うんですよ。これがね、ダメ。じゃあ次、マニュアルモードで撮ってみるね。ということで、いかがでしたかね。はい、まあやっぱりおしゃれなビデオブログとか綺麗な映像で撮るときに、まあなんちゃってな感じで撮るのか、ちゃんとした技術を身につけてしっかりと、いい映像を撮れるのかっていうのでは、だいぶ見る側もね、見える印象が変わってきますから、こういうたった10秒のことかもしれないけれども、その10秒に対してこう10分も15分もね、時間をかけて撮るっていうね、そこ自体にこうだんだんファンはついてきたりもしてくれますから、皆さんもビデオブログ始めたいなって思ってる方は、そういうところも気を使いながら撮っていただくといいかなと思いますね。はい、はい、以上かな。以上です。お疲れです。バイバーイ。